はい、こんにちは。まーちゃんねる前原です。今日はこちらですね。うん。ベイブレードバーストのバスターエクスカリバーワンダッシュ SW です。はい、ということで2018年8月11日本日発売のバスターエクスカリバー早速買ってきました。こちらで今回はバトルしていきましょう。うん、その前に黄金の5秒間。この間にチャンネル登録やこの動画が良かったなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。はい、じゃあ早速開けていきましょう。かっこいいね。すごい。じゃあステッカーなど貼っていきましょう。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがバスターエクスカリバーワンダッシュソードですね。うん、すごいかっこいいね。そうだね。今回すべて新パーツになってますね。おー、じゃあセットしてみようか。うん、あ、ロック固めだ。そうだ、これは強そうだよ。うん、はい、ということで完成しました。めっちゃかっこいいねこれね。うん、真ん中に大きなこのメタルの剣が入ってますけども、ワンディスクの重量と攻撃性能アップされた変重心のアタック系ベーダー、ワンディスクの改良型なんだねこれね。うん、そしてドライバーがソード。そうだね。うん、このソードってさ、うん、横から剣がブシュって出てる。ブシュって出てるよね。これはすごい危ないよ。うん、怖いよね。はい、それでこのバスターエクスカリバーなんだけど、うん、今はノーマルモードですね。でバスターモードにするとこの剣がねちょっと外に出ます。そうだね。やり方なんだけど、この部分、これ青いパーツがあるんだけど、これをディスクのこの部分で押し込みます。あ、ディスクで。はい、ね、そうするとねロックが外れて剣が少し出るようになりますね。うん、こんな感じね。これが一応バスターモード。そうだね。うん、で説明書はここまでだったんだけど、うん、あのこの裏側にねストッパーみたいなのがあって、これを押し込むとこれはロックされます。うん、これ正しいやり方なのか正直わかんない。一応ロックはされる。そうだね。うん、はい、じゃあまずノーマルモードからシュートしてみてください。はい、ゴーシュー。おー、いやこれ強そうだよ。うん、なんか重いもん。うわー、重そう。続いてバスターモードでシュートしてみましょう。はい、ゴーシュー。まあ、そんなに変化ないかな。そうだね。こっちの方がね変重心でちょっとこうブレる感じだと思うんだけどね。うん、僕はバスターエクスカリバーワンダッシュソードノーマルモードでいきます。はい、レーシン君が新ベイを使う感じだよね。はい、私はベイ改造トーナメントエビブロック2回戦を突破したベイでいきたいなと思います。はい、リバイフェニックスゼロスターアトミックだね。うん、 C2-1 ゴーシュー。避けろ。いけおっとおっとおっと C2-1 ゴーシュー。いけ。あー、よし、ここでそうなっちゃう。やったよ。おー、マジか。 C2-1 ゴーシュー。うわ、攻撃力やっぱ高い。あ、でも、あれやりやすい。おっと、あー、勝った。続いてエンペラーファンのやつゼロバンプヤードでいきます。 C2-1 押して、バスターモードに変えました。おー、おー、おー。 C2-1 押して、あ、やばい、まただ。もうちょっと斜めに打たんといかんのかな。まあ、こっからでもまだ分かんないからな。うまい、当たりが甘い。ほんとだね、回転が弱まってます。イエーイ。あー、 C2-1 ゴーシュー。いけ。あー、まあね、ディフェンスタイプだからこっちは。いけ。おい。続いて私はアーチャーヘラクレス10ボルテックスエクステンドでいきます。はい、C2-1 ゴーシュー。ノーマルモード。僕はあのエクステンド早めだ。ノーマルだ。ノーマル。おい、バスト。C2-1 ゴーシュー。どうやらなんとなくだけど、ノーマルモードの方が強そうだね、バスターエクスカリバーね。なんて牽制し合ってしまったけれども、どうかな。あ、こうなってくると。アーチャーでしょ。アーチャー。イエーイ。C2-1 ゴーシュー。えい。おー。
はい、続いてヘルサラマンダー12アンダーオービットでいきます。3、2、1、押して、よし、あ、おっと、いけ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 、激しい激しい、あ、あ、あ、いけるか、バット、あ、バットしか、あ、これだって、いけ、バット、なかなか持つ、まあ、ちょ、持つ持つ、いけ、バット、イエーイ、3、2、1、押し、あ、いいね、すごい、3、2、1、押し、いや、この2つが一番この打ち合いが面白いね、うん、さあ、今回は割とゆっくりな打ち合い、おっと、斜め、さあ、バットエクスカイバーでスピンフィニッシュになるか、どうでしょう、回転落ちてるよ、バッターね、イエーイ、じゃあ最後パパこれ使わせてくださいよ、うん、バスターエクスカリバーワンダッシュソード、うん、僕はブラディロンギンク5ディボルブでいきます、はい、レベルチップ付きです、あ、分かった、 3、2、1、押し、さあ破れるかな、うわっ、いい感じでこの当たりに行くね、やっぱね、アタックベイだけある、 あでもディボルブだからすごいこの角度でも回り続けるという、あ、ドロー、あ、ドロー、3、2、1、押し、はい、バスターモードに変えます、おー、しバスター、3、2、1、押し、おー、マジか、はい、ということで今回はベイブレードバースのバスターエクスカリバーワンダッシュ SW、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、ライトお願いします、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、オフルバーサスト、そして今回のおすすめ動画いつものとこに出てますのでぜひチェックしてみてください、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、それと今日はね同時発売された超絶トリプルブースターセット、これもですね動画にしたいと思いますので楽しみに待っててください、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ、バイバーイ。